今さら私に何の用です。答えるかどうかを約束するつもりはありません。わざわざ私の元にまで来て。私たちは今エルステが星の民から預かったクーズのかけらを探しているんです。クーズのかけら、はい、まさかあの男の、もしかして親父さんを知っ、かつてまだあのお方が健在だった頃、一つの飛空団がエリアヘルム宮殿を訪ねてきました。どこで聞きつけたのか分かりませんが、今のあなたたちと同じようにクーズのかけら、星の民への教訓の証は決して表に出すわけにはいかなかった。しかしあのお方、ビオラ女王陛下はその気空団にクーズのかけらを渡したのです。過去を恥じていても歴史を認めないのでは、それは星の民にエルステが屈服した証だとしても。じゃあエルステの、あの男も持っているクーズのかけらは聖少獣と同じように本体を残しながら、ってことはつまり、それならエルス、何を喜んでいるの。そうですね、クーズのかけらは間違いなくこの島のどこかにあること。おいおい、勘弁。なぜ私が貴様らに、私は絶対に貴様らを許しはしない。そして私を生かし続ける貴様らを、貴様らが救った命のすべてを、必ず、せいぜいその時まで、クーズのかけらを探して、この砂漠をさまよい続けること。については何にも教えてもらえなかったわね。申し訳ありません。いや、そうでもねえさ。そうだよな、オイラたちちゃんと親父さんの後を追って星の島に近づいてんだ。しかしこの中からどうやって見つけろ。みんなでこれからの方針を決めるため、これはしばらくしばらく、まあたまにはいいんじゃない。そうね、長丁場になるのなら。そでは、もしよろしければ宮殿の女王陛下も。わあ、願、もちろんです。団長さんたちには町の方々にも。物探しは何より人手と情。よっしゃ、こいつはどうや。我が剣で勝利を。覚悟はよろしいですか。よく見ておけよ。食らっておねんです。終わり、負けるわけにはいかない。サンライズブレイド、とどめ。
き見せたら撃つぞ。これ以上はさせません。おれい、ジジイに負けんなよ。これが私の本領発揮、エレメンタルダッシュ。こいつを食らっておれんにする。そっか、やっぱりフリーシアは何も教えてくれなかったんだ。彼女の心情を考えれば。でも島に、そうだ、せっかくだから私が団長さんたちに。わあ、うん、そうだね。私やっぱり忙しい。ここ数日それでもまだ、うん、しかしながら民との交流、町の視察はエルステ王家が重んじてきた。大ましてや団長さんたちはエルステを救った大王、そんな方々へのもてなしに手を抜いたとあった。じゃあ参りましょうか、女王陛下。本日やったー。それで、あっちのパン屋さんはもう10年以上も昔からあるかな。昔から変わらない味のパンがすっごく美味しくて。あ、あれ、あのお店、あそこはアポロとよく行ってたんだ。ちょっと覗いていこうよ。ちょっと待ってよ。オルキス様はおよそ10年の間、意識だけの状態で宮殿に閉じ込められていましたから、その失った時を無意識に取り戻そうとしているのかもしれません。あの子たちが今こうして楽しそうに笑える、私たちがあの戦いで本当に勝ち取ったものなのかもしれないわね。ガキは元気に笑ってんのは一番だってな。ところで、このメフラシュには規模は小さいですが存在はしています。帝国時代にこの町はほとんど無力化されてしまいましたから。そういや、前に来た時は町の、現在は気空団に警備を依頼してなんとか待って。それでも人手は足りてねえようだな。と、おお、怖い。ビオラ女王陛下が統治なさってた頃はやっぱり星の民の血が、まビオラ女王陛下を星の民を伴侶に選んだのは、まったくだね。ちょっと、オルキスだって頑張ってるんだから、そんな言い方。いい、町の治安が昔より悪くなってるのは私の力不足よ。私自身が誰より分かってる。そんな、それにこのメフォラシだけじゃない。そういや、あの今のアガスティアは治める者のいない。今のエルステの国力ではと。アダム、私宮殿に戻るね。まだまだ国が、え、でもイオとルリアだけでも行ってくるといいよ。それじゃあ私、どちらへおいでですか。まだ公務が残っている。視察はまだ不十分ではありませんか。言ったはずです、城下の視察も大切な公務であると。陛下ともあろうお方に。でも宮殿での公務の続きはどうぞ十分に視察をなさってからにしてく。それに大勢の共同体である国が完全に一つの意見にまとまることなど決してありえません。心苦しく思うことも大切ですが、一国の主としてどうかそれを受け入れてください。アダム。
私は女王陛下に一つ一つの公務をきちんそんじゃこなそうですねもう大丈夫じゃろう今日は、クーズのかけらの探索ですね。大変です。どうなさいました？つい先ほど、フリーシアの監獄を、このままでは、監獄。わかりました。そして、はっ！アダムど、どうやら団長さん。アダム！フリーシア。はい。それに乗じ、万が一脱ですから。わかった。ゴーレム、おそらく、そしてそのフリーシアを消した。ずいぶん派手に暴れ、やはり、か、どういうことだ？いえ、あの、我々との遭遇を警戒し、また、まだこの辺り、あなたたちは散開し、周囲の探索に当たって、はっ！とくりゃ！あのデカブツゴーレムと戦うのも他の兵士は襲う。勝利を覚悟よろしいですか？
し見せたら撃つぞ。これ以上はさせません。打ち兜を見透かすのが肝要です。格欲の陣、そこまでだ。はあ、これで決める。我が剣作、勝利への道とならん。炎月の陣、暗夜のつぶてには気をつけるとしましょう。宝炎の陣、文字に秘められし無限の力や。ウンターガンゲルーン、アバかける白龍の刃と銃、アイスクルーゲル。準備完了、行くぞ。バリーブリッジ、思うな。倒しはしない。見えない。逃がすものか。いかいか。マイマイマイ。準備完了。行くぞ。バリーブリッド。いかは。やっ。参り、いかがはっ。やっ、時は来たれに。
覚悟はいいか。いかいかいか、一つの勝利に溺るべきだ。そこまでだ。アンヤのつぶてには気をつけるとしましょう。応援の陣、打ち兜を見透かすのが肝要です。核翼の陣、参り参り参り。が運命をここに記さ、ウンターガングリューン、バラバかける、迫力の刃と剣、アイスクルーゲル、準備完了、行くぞ、バリーブリッド、まだだ、まだ、私はシビーク大丈夫、 B 君がいれば問題ない。無駄に壊し続ける残り火を、燃え上がれ竹にベローナ、やったぞ。悪あがきも、いやオルキス王子、やはりそうでしたか。ゴーレムを暴走させたのは誰ですか。まさかフリーシア自身が。フリーシアが脱獄したのは今朝。フリーシア、深夜にフリーシアの演者だという老人たちが、その応対をしている。それで意識、その時はゴーレム、やられた。フリーシアが脱獄した、その後ゴーレムを暴走、まるでゴーレムのボス、つまり